お笑い芸人の渡辺直美が、自身が2019年に絶対ブレイクすると予想するものたちを紹介した。そのうちの一つである、アメリカの女性ダンサーであるアリーア・ジャネルが得意とする胸ダンスに挑戦した。昨年にアメリカの雑誌タイムが選出する世界で最も影響力のある25人に選ばれた渡辺直美が1月7日放送の日本テレビ系しゃべくり7に登場。2019年にブレイクしそうなものを予想した。渡辺は中学校の同級生であるアーティスト富田林ラミア世界一と絶賛する横井のチーズケーキを紹介。最後にインスタグラムで発見したというアリーア・ジャネルの胸ダンスを推した。胸ダンスとはうつ伏せの状態でお尻を突き上げ胸だけで体を支えて回転する踊りのこと。 VTR が流されるとスタジオからは驚きの声が上がった。渡辺はこの人みたいなダンスが踊れたらかっこいいと大絶賛。番組 MC のお笑いコンビクリームシチューの上田晋也に促され渡辺は胸ダンスに挑戦した。世界的ミュージシャンのビヨンセのモノマネを得意としダンスにも定評のある渡辺だったがさすがに胸ダンスには大苦戦。まるで痙攣したようにピクピクするだけでダンスと呼べるクオリティには程遠かった。渡辺は改めてこれができたらすごいとアリーア・ジャネルのパフォーマンスを絶賛していた。続いてネプチューンの原田泰造とクリームシチューの有田哲平が胸ダンスに挑戦したのだが